早くも冬の寒い時期に白い花を咲かせた白花タンポポの開花風景を紹介しましょう。白花タンポポはキク科タンポポ属の多年草で、通常日当たりの良い畑や水田の土手付近で多く見かけます。開花時期は普通3月から5月と言われています。春に咲く草花ですが、種子島は団地なのでこれより早めに花を咲かせます。この状況からして1月の早い時期には開花していたんじゃないかと推定されます。その理由はすでに綿帽子になっているのもあります。高さは25から48センチです。花茎の先に直径3から5センチの灯花を1個つけ、中心部は黄色で白い花を咲かせています。なお花茎の直径は5から8ミリです。すでに綿状になっています。しばらく開花状況をご覧ください。双苞です。高さは 3.2 センチ、直径は 1.8 から2センチです。いち早く春を届けてくれた白花タンポポの開花風景を紹介しました。案内はふるさと種子島の結城香織でした。またお会いしましょう。